はい、どうもジョイです、今日もウイラアプリ2018やっていきたいと思います。はい、今日はですね、フレンドマッチの方になります。はい、視聴者の方とのね対戦になります。こちらですね、アトレティコマドリードのこの方になります。はい、というわけでね、まあ、チームパワーが2500ちょいぐらいだったと思うので、なかなか強い方かなと思います。はい、じゃあよろしくお願いいたします。あ、結構調子はいいのかな。そうですね、このままでいきますか。でレバンドフスキとかいったと思うので、そこだけ注意したですね。はい、ではやっていきます。お願いいたします。右にメッシで、真ん中にレバンドフスキで、なかなか厳しい気もしますけどね。まあ、守りはちょっとしっかりしてね、いきたいと思います。皆さんこんにちは、オナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説北澤さん、今日はジョン・カビラです。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。まずいまずい。さあ繋がるか。切り手からのスルーパスは通りませんでした。セルギオブスケツ、デルシーニョ、裏へ届くか。いいね、いける。打てる。遅いな、イブラ、シュートが遅い。いや、もったいねえ、ゴール前で。やばい、レバンドフスキが出てる。やばいな。オッケー。ちょっとしっかり押さえておきたい。オーファル。クルナがめっちゃ戻ってきた。ちょっとサイドから攻めていきたいですけどね。まずい。ちょっと戻します。ちょっと高さ生かしていきたいな。これせっかくね、ちょっと背高いの3人センターフォワードにね置いてるんで、高さは生かしていきたいですけど、まずい。まずいな。うわ、裏取られちゃった。うまいな。どうしようかな。ちょっと厳しいか。いける。うっそ、マジ。うっそ、こんなに入らんかね。うわー、まずいまずい。うっそ、そっちじゃないのに。よしよし、これは大丈夫、これは大丈夫。いやー、シュート結構打ってるんだけどな。ついてないな。いいんじゃないの。ダメだな。あー、カンテ、カンテじゃなかったのに。はあ、一番あげちゃいかんとかあげたな。よし、カンテいけるいけるいける。あ、抜けないか。あ、マジか。
今のはやばい。これはまずいでしょう。おー、危ねえ。いや、守りが頑張ってくれたな。なんかすげえカンテが前に出てくるな。いやネイマールセンターに入れてもいいけどな。ちょっとイブラと変えましょうか。支配率もシュート本数も勝ってるんですけどね、決定力が欠如してる。ちょっとネイマール側からこねていきたい。あ、違う、全然違うとこやっちゃった。ないな。よし、オッケー。ルカクでクリロナでもう一回ルカク、オッケー。クリロナ入ってきて、いいよ、よっしゃ、よしよしよし、オッケーオッケー。うん、通らんか。いいよ、ここで取れたのではでかい。よし、もうルカクでもいいよ。うん、欲しい。もう縦にちょっと高いの。取れる。ネイマールでいいんじゃない？入るでしょ。よーし、オッケー。よしよしよし。いいね、ネイマール動きがいい。今の下げんでもよかったな。やばい、これはまずい。うわ、つえ、シュート力半端じゃねえな。いや、もったいねえな、今のは守れたな。やばい、これ中入れられたくないな。違うな、もったいない。うん、ごちゃごちゃっとしてる。ネイマールで、よし、いけるでしょ。これ落ち着いて、落ち着いて、うっそ、ルカク、よし、危ね、ついとった、ついてました。これはよかった。ちょっとネイマールのレスポンスが遅かったですね。今タイミングがワンテンポずれちゃいましたけど、よかった。おっちょ、攻めど、頼むって。これパス来るから、ちょっと、あー、マジか。めっちゃ萎える今の。セメドさん、しっかりしてください。いや、これオフサイドだけどね。いや、もったいね。いや、ちょっと、あ、もうね、もうちょっと負けたくないですね。よし、
お願い。嘘でしょ。勘弁してよ。絶対勝ったと思った今。いやー、キーパー、オッケーオッケー。いやもう、うわっ、あ、オッケー、よし、そうそう、ファールだった。よーし、これシュート打っても一応ファール取られるんですね。そうですね、ネイマールでいいですかね。どうしましょう、ここネイマールやるんだったらもうメッシ入れてもいい気がしますけどね。調子悪いからやめときますか。ネイマールで狙っていきます。ちょっと低いかな。よし、入った。いやー、助かりました。お、危ねえ。いや、ほんとギリギリでしたね。強かったですよ、すっげえ。いや、やっぱレバンドフスキーいいね。持ってないんでね、強い本当に。いや、ありがとうございました。はい、ギリギリ勝つことができました。はい、というわけでですね、今日の動画以上になります。動画が良ければですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。プレゼント企画の方もですねやってますので、概要欄に貼っておきますので、そちらから飛んでご応募ください。それじゃあ。